急降下からの待機突撃。山影まで来たら水平飛行に。爆撃機使わんの？のんびり優雅に高高度で爆撃旅行って聞いてきたんだが。そのネタ前回使っちゃったんで、普通に戦います。おろせい、アクロバットは嫌だ。うるせえな。爆弾と一緒に投げ捨てておくしかね。それはいい。畜生、騙しやがったな。爆撃用意。目標投下。猫用意。投下。ほら。次の投下狙っていいの。先制撃破ゲット。投下して次の投下狙っていいの。おえっぷ。投下撃破。投下からの突き起こし。おえっぷ。投下と対空砲撃破。次は前方の車列を狙おう。あれ？犬は？機銃座じゃねえの？なんだそうか。とりあえず、地上走車バリバリ。二両撃破、一両撃ち漏らした。爆弾一発残ってるから、再アプローチで戦車を狙うか。後方にスピットファイア。遊軍機を狙ってる。じゃあ、そのうちに戦車を狙おうか。ついでに撃ち漏らした対空砲を始末しよう。おえっぷ。キボビバブイ。うるさいな。カメラの前に出て気分悪いアピールするなよ。まずは対空砲。次に味方が撃ち漏らした戦車を狙うぜ。おい、中座、弾幕薄いよ、何やってんの。って、中座に誰もおらんやんけ。おらら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 ら。戦車に爆弾命中、撃破。お前中座やっとけ。あいよ。俺は残りの対地目標を狙う。あれ、こんなに威力低かったっけ。ヘルダイバーの20ミリと感覚混じってるだろ。そうかも。次のアプローチで全部破壊できそうだな。迎撃機も少ないから処理してしまおう。おえっぷ。だからさ、お前の操縦が悪いんだからな。勝手に乗り込んでっておいて、その言い草かよ。おえっぷ。吐く前に終わらせるべ。撃破。ついでにスピットを迎撃しておっか。おらら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 。おえっぷ。おらら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 。おえっぷ。こいつを破壊したら、よし、敵左翼の地上部隊は殲滅したな。よし、さっさとリスポーンしておっか。リスポポポポン。地獄からの使者、スパイダーマン。ユーキャットで支援していくべ。まずは最寄りの分隊員の援護からしていくか。間に合うしかね。どうだろう。だいぶでだいぶ加速しているけど。地形許されない。おっし、間に合った。この気を逃さず。おらら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 。スプラッシュワン、救出成功。これが神に愛されし猫の力。お、狙えそうだからちょっと押し込むか。自分が有利だと動きが大胆になるっすね。おらら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 。スプラッシュワン。おらら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 。キルアシスト。うっし、一旦コード取るべか。お、獲物見っけ。コード有利と見るや飛びかかる。高いところにいる猫が有利、これ常識。だからキャットタワーとか登るの好きなんだな。え、そういう話なんすか。今度は下に吸うか。コード下げすぎだと思うすけど。一旦離脱してコード取った方がいいな。と、思ったけど試合終わりそうだから殴り合うか。少しでも稼いでおくぜ。おらら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 。おい、旋回戦は用から苦手なんだぞ、控えろ。チェックシックス。バレルロール。猫の防弾性能を舐めるな。さすがクソ猫しぶといっすね。オーバーシュートしたな。しかも旋回してくれた。追いつける。おらら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 。おらら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 。キルアシスト。うっし、稼いだ稼いだ。正面、こっちに来るっすよ。獲物じゃ。おらら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 。キルアシスト。おえっぷ。よし、勝てた。今回も地上の天敵ゲットっすね。そして第一機雷なし、ハイルール。味方が占領したか。まあ、このまま地上目標にアプローチできるからいいんだけど。ハボックだったら先に占領できたかもな。スタート地点が近いっすもんね。このまま爆撃に向かおう。適当に爆弾ばらまいていくぜ。ほいほいほいっと。10連撃破。一旦下がって立て直すべ。前か横か。横だな。前にいた敵は味方が追ってるから、こっちとヘッドオンしておくべ。おらら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 。
これが20ミリの力。スプラッシュワン。さて、爆弾もリロードされたが、遠いな。うちもラシを爆撃したいが。応戦が先かな。おらら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 。クリティカル。正面から接近中。おっと、こっちに来るか。直前に命中させてキルカウント。P38 でリストポポポン。攻撃機を追いかけて敵戦闘機に食われて終わり。あ、あれには敵の長官が乗ってたんだ。何言ってんだこいつ。まあ、敵を基地から引き離すことはできたべ。地獄からの使者、スパイダーマン。ロケットでリストポポポン。せっかくだからロケット弾の練習。よし、ロケット弾当たったぞ。三連撃破。おっと、ヘッドオン希望か。この俺様に勝負を挑むとは愚かなやつ。ファイター、ボックス砲。ダメじゃん。うち負けてはいないから俺の勝ちだ。減らす口を。相打ちっすよねー。俺の勝ちだって。敵墜落。ほら見ろ、敵が先に落ちたから俺の勝ち。相手に目には目をの実績を献上しただけだが。こっちが先に落ちてたら実績もらえてたんすね。やっぱりマグロ食ってるようなのはダメだな。奪われた C を奪還して占領ポイント稼ぐぞい。ゾーン占領。ギアアップ、フルスロットル。10時上空に敵機。迎撃。あ、こっちに来てたわけじゃないんすね。別の目標を探すか。こいつでヘッドオンしたくないし。そうっすねー。おっとこっちに狙いを変えたか。うち負けてやんの。ふん、格上に負けたなら別に悔しかないわ。リスポーン前に試合終了。海兵隊使用のコルセアの開発完了と。アメリカ空釣りって機体が多くてエリート集めが大変っすねー。でも、どこかの国と違って戦いやすい機体が揃ってると思う。ヘルダイバー、出撃。つい最近まで500ポンド爆弾を500キロだと思い込み、投下量を計算違いしてたっすよね。喋るなぁ。撃墜。ともあれヤードポンド砲は滅びるべきだと私は考える。500ポンドは250キロ爆弾相当っすからねー。威力半分で効果に疑問を感じてよく見たらポンドでしたと。生地中効果爆撃で精度が高かったから気づくのが遅れた。それにしても、ヘルダイバーのピッチの癖は強いな。ピッチが PT。おかげで格闘戦が強かったりするけど、エネルギーを浪費してからの回復は厳しいのな。スポーン位置が高高度だから短命だと気にならないけど、戦闘時間が長引くと低高度から上がれなくなるわな。お、あれはカモかな。先客が。まあ、みんな狙うよな。爆弾リロード完了したから、車列を攻撃していくか。アプローチ。ぽいっちょ。ぽいっちょ。対空砲にもぽいっちょ。近すぎて機銃の照準点内側に。だから爆弾使ったのよ。安全装置の影響でタイムラグ。爆弾のおかげで対空砲を二用撃破。おっと、爆弾層の開閉で照準ずれたか。投下スイッチと投下の若干の時間差で外れることあるっすよね。投下確認まで狙い続けないとな。その後ヘッドオンで打ち負けて墜落。さっきまで5キロ上空にいたから油断してたっすね。次はコブラで行くか。いや、ヘルキャットだろ常識的に考えて。どこの常識だそれは。まあ使ってやるけど。1000ポンド爆弾3発搭載の爆撃しよう。1000ポンドってことは500キロ相当。投機化も楽に破壊できるな。強いだろ。ボムズアウェイ。ヘルキャットはいい機体だがな。投機化撃破。ラスト。2発目で投機化と対空砲を破壊。さらにもうワンセット。5連撃破。どうよ。ヘルキャットはいい機体だ。クソ猫はクソのままだがな。座席放り出してやろうか。射出座席なんてついてませんよ、残念でした。クソムカつく。おっと、あれは狙えるかな？よし、おいでおいで。下手くそね、死んだ方がいいんじゃない？うるせえよ。そっちこそ車線狂ってんじゃねえの？あ、狂ってねえよ。お前の頭よりマシだボケが。喧嘩してる場合じゃ。おい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 。いったー。ほらー。戦闘中に喧嘩なんかするからぶつかっちゃうんすよ。まだ落ちてない。落ちる前に少しでも稼げ。ギリギリまで飛んでやるからな。よし、機銃掃射で野砲を潰していこう。こじき根性で連携するってどうなの？最後の瞬間まで喧嘩するよりマシだろ。三連撃破と撃墜で決定だ。です回避に成功。これがゴキブリ並みのしぶとさってやつだな。誰がゴキブリだ。
それから初手ヘルダイバーで陣地攻撃して。ヘルダイバーの投下精度って結構高いっすよね。ハボックと違って、それなりの高度からでもピンポイントで狙える。使い勝手はいい機体よな。6連撃破。さらに機銃も強いから助かる。ついでだから爆撃もしておくか。下手に爆撃機使うより攻撃機の爆撃が強かったりするよな。ゾーン破壊。おっと、迎撃機が。兵力ション。やられた。しかし、爆弾は投下済みだ。戦車2両を道連れに4連撃破。よし、ヘルキャットの出番だな。猫の手も借りたいって、しょうがないな。東側に海軍がいるマップだから、雷装でもいいかもしれんな。慣れない魚雷を使っても当たらないと思うんすけど。せやな。また1000ポンド爆弾使用でいくぞ。高高度から雑に2発を投げつけて、降下して敵を突破してからピンポイント爆撃だ。いたた。敵撃墜。そのまま速度を落とさず敵陣に突入。最後の投機下を狙って。ダイブ指定の。レディー。ボムズアウェイ。猫の裁きを受けよ。さらに残存する難目標を機銃掃射。爆弾と機銃で3連撃破。さらに機銃掃射を続けて。雷神をゲットして試合終了。ヘルキャットはほとんど攻撃機扱いなんすね。搭載兵装が豊富だから重宝している。もっとあがめろ。クソ猫が憑依して評価を下げにかかってるっすけど。除霊戦といかんな。やっとヒグマどもを呼び戻すか。なに？かぶってくんな。とりあえず、今回はここまで。チャオチャオチャオー。ヘルキャットの全改造が研究完了したっすね。だから猫の出番終わり。はぁ？